皆さんこんにちは、フォルトゥナ・デュッセルドルフの内野隆です。今日は僕たちが泊まっているホテルを紹介します。それでは行きましょう。ここがロビーです。こちらは僕たちの食事会場です。行ってみましょう。アレスクール。この方はフォルトゥナ・デュッセルドルフのシェフで、いつも僕たちのためにご飯を作ってくれます。マツン・ダンク・ダスト・インマフィア・ウンフォー、セグアル・マカショー・ダンク・スパ・ズンパ。僕たちが座る席はこんな感じです。そしてあっちにステーキを焼いてくれる人がいます。オラ、グラシアス。今から僕たちのキットルームを案内します。行きましょう。ここがキットルームです。ハロー、ニルス・ウンド・オリー、ヒレン・ダンク。はい、ね、モスニス・ドーマ、ね、ここでいつも練習の前に各自練習着を取ったり、そっちの必要な人はアンダーシャツとかを取って、ここで練習の準備をします。いつもオリとニルスが取りやすいように全部セットしてくれてます。ヒレン・ダンク、やってやる。続いて僕たちのメディカルルームを紹介します。行きましょう。グッドアーベン、こんばんは。わせざんのノーマンアフィアパーニッシュ、グッドアーベン、こんばんは。こんばんは。こんばんは。これはアベルカンプ・シンタ選手です。シンタ君、いつもマッサージ受けてます。毎日マッサージ受けてます。全く合ってないです。Be off come シンタ to the end。 マインドスパマリボハ。僕1週間に 1、2 回と彼は言いました。ということは高は嘘をつきました。ダンケシェン、チュース。皆さん、お待たせしました。こちらは、あの田中碧選手と僕の部屋です。ちょっと今、一応碧くんにあのカメラ入っていいかってちょっと一回許可だけ取らせてください。碧くん、あのちょっと今カメラ入っていいですか。無理って行きましょう。どうぞ、こちらです。こちらはバスルームです。こちらは田中碧選手の、 あのお肌のケアのグッズです。まあ田中碧選手のあのイケメンはこういうところから作られてるんですね。それでは長らくお待たせしました。田中碧選手に会いに行きたいと思います。こんばんは。こちらはフォルトゥナ・デュッセルドルフ背番号4番、日本代表の田中碧選手です。いや、碧君、じゃあちょっとあのお願いします。もうちょっとあのファンの方に向けてなんであのこんにちはって言ってもらっていいですか。日本語で大丈夫ですか。こんにちは。こんにちは。なんで音楽止めてくれたんですか。個人的な質問をしてさせてもらっていいですか、青くん。うん。日本で何してたっすか。オフ。いや、トレーニング。じゃトレーニング以外の時間でなんか何してたんですか、日本で。旅行行ったり。旅行っすか。うん。え、俺たち旅行行きましたよね。他に旅行どこ行ったんですか、日本で。京都。あ、京都は俺と行きました。すいません。大阪。大阪。大阪も一緒に行きました。すいません。はい、あとは石川。あ、石川。金沢。金沢か、うん、どこが楽しかったですか。
誰と行ったどこの旅行が楽しかったですか？石川。そろそろ夜も遅いので寝たいと思います。それではおやすみなさい。